皆さんこんにちは。南あわじ市のにゃんころめピアノ教室です。今日は静かな湖畔という有名な曲をジャズ風にアレンジした曲を弾いてみます。この曲はカエルの歌やパッヘルベルのカノンなどと同じく、曲を後から追いかけて弾くカノン、合唱でいう輪唱というタイプの曲です。後を追いかけて弾く奏法は子どもたちも大好きです。カエルの歌、パッヘルベルのカノン、いろんな曲がありますが、曲を追いかけて弾く奏法の曲、カノンをという形式になっています。それでは静かな湖畔を弾いてみますね。ゆったりと曲奏をイメージしながら弾いてみること、音楽用語や速度記号を理解しながら弾いてみること。それではミュージックスタート。Thank you.
静かな湖畔を弾いてみました。上手に弾けるまで先生はいつも反復練習を繰り返しています。笑い声と笑顔はとっても人を幸せにしてくれますね。先生もいつもニコニコと子どもたちの話を聞くように努めています。誰でも褒められると嬉しいものですね。それではもう一度静かな湖畔を弾いてみるのだ。フクロウの鳴き声が聞こえてくるイメージがしましたか？カコカコタタタタタタのところがフクロウが鳴いている、そんな可愛いイメージで弾いてみました。とてもピアノは弾けたら楽しいものですね。カノンのように追いかけて弾く奏法、今度お稽古で試してみようと思います。それでは、バイバイキン。